ライドギターミュージックスクールのギター講師をやっています涼一郎です。今回の動画ではテイラー・スウィフトのバックトゥディセンバー、この曲のアコギでアレンジしたフレーズを紹介していきたいと思います。まずはイントロのフレーズを解説したいと思います。このようなフレーズになっています。最初のコードが D-sus4 というコードからスタートしています。D サス4の押さえ方はまず通常の D の方を押さえてほしいんですけども、通常の D の押さえ方が3弦の2フレット人差し指、2弦の3フレット薬指、1弦の2フレット中指で押さえて4弦から1弦まで弾きます。これが通常の D というコードになります。で、 D サス4というのはどうするかというと、この D のコードフォームに小指を1弦の3フレットに足した状態にしてあげます。これが D サス4というコードになります。この曲はまずこの D サス4からスタートします。これを一度弾いてあげます。そして次、小指を離して通常の D にしてもう一度弾きます。このような流れになります。これを四分音符のタイミングで1回ずつ弾いてあげる感じですね。そしたら次が、このようなストロークを弾きます。D のコードでそのままこのストロークを弾く感じなんですけども、まあ16分のオルタネートストロークを元に空振りを入れながら弾いてあげるような感じになります。なのでストロークパターンはダウンアップアップダウンという感じになります。ダウンダウンダウンアップアップダウン、このようになります。これでちょうど1小節分になります。そしたら次、Bm7のコードがきます。 Bm7 の押さえ方は5弦の2フレット人差し指、3弦の2フレット中指、2弦の3フレット薬指で押さえます。このコードフォームでこのようなストロークをします。ここも16分が元になった形でのオルタネートストロークを入れていきます。ストロークパターンはダウンアップダウンになります。ここまでが Bm7 です。そしたら次、コードが G のコードがきます。オープンコードの G ですね。これの押さえ方は6弦の3フレット中指、5弦の2フレット人差し指、2弦の3フレット薬指、1弦の3フレット小指で押さえて全ての弦を鳴らしましょう。このようなストロークパターンを弾きます。で、この G の、最初の入るタイミングは2拍目の裏になります。なので Bm7 からつなげて弾いてみると、このようなタイミングで G が来ます。で、この G のコードストロークのパターンがダウンアップダウン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 アップダウンダウンダウンというパターンで G のところは弾いてあげます。 Bm からもう一度 G までつなげて弾いてみると、このようになります。イントロはこの2小節を繰り返す感じになります。で、頭からゆっくりつなげて弾いてみたいと思います。このようになります。
では続いて歌が始まった A メロのところのフレーズを紹介していきたいと思います。このようなストロークパターンでコードを変えていくような形になります。最初が D のコードからスタートです。でストロークパターンがこのようなストロークパターンで、今のでちょうど1小節分になります。弾き方はダウンダウンアップダウンアップダウンダウンダウンになります。ダウンダウンアップダウンアップダウンダウンダウンアップ、このようなストロークパターンです。このパターンで、コードを変えます。で2小節目 Bm7 3小節目 G、 そして4小節目はこの1小節の中にコードが2つ出てきます。 D それと A、 この2つのコードが出てきます。これを200単位でコードを変えていくんですけども、ミニートのストロークパターンに関しては今までと同じです。で D のところはここまでです。で A になったらダウンアップダウンダウンダウンという感じになります。ここまでが D、 ここからが A という感じです。組み合わせるとこれでちょうど1小節分になります。では次また D のコードが来て1小節弾いていくような感じになります。で Bm7 G、 そしてまた D と A が1小節の中に混ざってきます。このようにまあ、4小節を2回繰り返しているような流れになります。ではこの A セクションをゆっくり順番につなげて弾いてみたいと思います。 Bm G B A B このような流れになります。では続いて B メロの解説をしたいと思います。B メロも同じストロークパターンなんですが、1小節の中に2つのコードが混ざったような感じになります。最初 Bm7 からスタートです。そして A、 これで1小節です。つなげてみるとこのようになります。そして次 D と G で同じストロークパターンを弾きます。このようになります。そして Bm A で弾きます。そして最後 G のコードで伸ばします。全音符1小節伸ばし続けます。ここまでが B セクションになります。これをつなげてゆっくり弾いてみたいと思います。 Bm7 A このようになります。
ではサビの解説をしていきたいと思います。サビに入ると少しストロークパターンが変わります。このようなストロークパターンになります。コードはまず最初 D のコードですねから始まります。で1小節分弾いてみるとこのようなストロークパターンになるんですけども、説明するとダウン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 アップダウンアップダウンダウンダウンアップ、このストロークパターンになります。ダウン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 アップダウンアップダウンダウンダウンアップ、これで弾いていきましょう。このようになります。そして次 F シャープマイナーセブンスのコードを押さえて弾きます。ここでの F シャープマイナーセブンスの押さえ方は、まあ、1、2弦の開放弦を、うまく使った押さえ方にしてるんですけども、6弦の2フレット人差し指、4弦の2フレット中指、3弦の2フレット薬指で押さえてあげます。これで6弦から1弦まで弾きます。この状態で右手を同じストロークパターンで弾きます。そしたら次は G、 そして次 D と A が一小節の中に混ざってきます。このようになります。この4小節1回つなげて弾いてみたいと思います。という感じになります。で続きは今の4小節をもう一度繰り返してあげます。このようになります。そしたら次が、コードが G がきます。G のコードで同じストロークパターンを弾いて Bm7 というような感じで、2分音符で弾いていきます。 Bm7A ですね。まあ、Bm7 は先ほど、押さえ方を説明したと思うんですけども、 A の押さえ方は4弦の2フレット人差し指、3弦の2フレット中指、2弦の2フレット薬指です。で5弦から1弦まで弾きましょう。ここまでがサビになります。